ミハイル・イズライル・ビチバ・イマンは、ソビエト連邦のバイオリニスト、音楽教師、レニングラード音楽院教授、ロシア連邦共和国功労芸術家、現在のウクライナ、ムイコライウ州のオビーブフに生まれ、レニングラード音楽院で、ユーリー・エイドリンにバイオリンを学ぶ。1943年3月に、タシュケントでも用された、若い演奏家による、音楽院、 創設80周年記念演奏会に参加している。1945年より演奏活動に入り、1950年にライプツヒで開催された第1回ヨハンゼバスティアン・バッハ、国際コンクールのバイオリン部門、翌1951年にブルッセルで開催されたエリザベート王妃国際音楽コンクールに参加し、いずれも第2位という好成績を挙げる。 独奏者として活躍するとともに、ピアノのパーベルセリブリアーコフ、チェロのムスティスラフ・ロストロポービッチとトリオを組んで、室内楽奏者としても活発に活動した。1949年により、母校レニングラード音楽院で教え始め、1966年に教授に昇格、1970年からは主任となっている。門弟には、トーマス・ザンデルリング、牛尾 前橋抵子、ジノービー・ビンニコフ、フィリップ・ヒルシュ・ホルン、アレクサンドル・カントロフ、ミハイル・カントバルク、セルゲイ・スタドレルラがいる。1977年に、レニングラードで没した。メロディアへの録音が、CD6 枚組セットで、同レーベルより復刻されたほか、放送録音などが残る。ワイマンの表記もある。サンクトペテルブルク音楽院歴史文書より、 同演奏会プログラムの画像日本では、ロストロポービチ30相談として録音が発売された。バスネルのバイオリン競争曲も倍満を想定して作曲されている。ありがとうございます。